福島さんはこう接近すればするほどますます客観性が高まるような、あ、そうです、客観的には僕はそういうことをやるかというのは取りにくいから取って、取りにくいから取っちゃう、取りにくいから取るのを動かして、そういうね、割に単純な反発です。ですよね、やっちゃいけないよって言われると必ずやるっていう、そういうことになるような感じですね。子供はそうでしょ。ですよね、ダメってお母さんが思ったら必ずいいなって、必ずやりますよね。非常に無事が来たら単純用事用事かもしれない。でも、そうすると取ること自体がある意味、取ってること自体がもう、非常事態、あるいは、取っちゃいけないものを取る。そうすると、その中で福島さんはもう、感情を入れたり、主観的に取ったり、その変にこう演出して何か主義主張に持っていくっていうことはなくて、そのパッ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 と取らないと取れないし、その取り方がある意味こう冷徹になる。でもそれがこの写真の客観性になって、僕らが福島さんの写真を見て自分が全く知らない歴史を捉えようとすると、その写真のある意味客観的でもある意味こういたずら的なところがとても明確に事実を示してくれるっていう、それを感じるんですね。とても冷静なにやる作業ですけども、かつ非常に容易的でもあり、それからもう一つね、こう混ぜたらどんな仕打ちを受けるかということをどうも僕は考えていないらしい。だから、家を焼かれたり、家を焼かれたりね、本当に。病気をかけられたり、アブトで部屋にいたり、結構、仕返しはされています。でも、いつもなんか、タコツボ語もそうなんですけど、福島さんは、なんか、身を交わしてる感じはないですけど、幼児から自然の中で遊びを受けて、そういう生き物の術を基本を身につけてきたんだと思います。で、なるべくしてカメラマンになっちゃった。そしてずっと撮ってきたものが今見渡してみると、それは日本の歴史ですよね。日本の戦後史っていうかもしれないけど、でも戦争が終わってないよっていう、戦後じゃない、今も継続ですよっていうこともいろんな意味で。それはね、僕と一般的なプロ写真家とはもちろん撮り方も違うし、撮り方も基本的に違います。例えば優秀なプロカメラマンというのは全部依頼しようと撮るわけなんですね。そうですね、これを撮ってきてください。僕はね、報道仕事したことって一度もありません。一度もないですか。自分と最後のだけを撮ってきた。パリコレとかそういうもん何にもない。で、プロ写真家の場合はオーダーを受けますと、できるだけ原稿料をたくさんもらうために気に入る写真を撮らなきゃいけないから、そうですね、まずは基本的に注文する人の話をどういうふうに撮ればいいんでしょう。そうですね、聞きますね、打ち合わせして。そしてそういう状況が一番こう典型的に象徴的になったところを捉えてシャッターを切るわけです。ところが物事というのは瞬発的にこう花火みたいにパッとこうね、燃え
いたって消えるもんじゃなくて、この長い映画館の始まりと原画館をしまい、一つの問題を成田空港さんにか、どういう問題について言っても、ね、だから僕は全部完全に撮ったテーマなんてありません。でも誰よりも長く撮ってるんですか、その同じもの。それは比較の問題で、人はやらなかったから僕がやったことは目立つだけの話だし、それだけの時間空間をかけてる姿勢だから、よりこう充実したものができたという次ね、でもそういうずっと何年も10年20年っていうスパンで一つの問題を取る、その、ピカにあった人々、その次の世代、その次の世代を取っていく、あるいはその解決されないずっと自衛隊の問題を取っていく、でもその最後まで取りたいっていう思いがあるから続くでしょ。で、この問題というのは日本の戦後の、歴史などのいろんな問題でちょっと肩がついた問題なんて特に日本人社会の中にはないわけです。そうですね、肩がつくっていうことはつまり曖昧な形で焦点を動かしてなんとなくずっと続いて延々と続いて未だに、明治維新をやってるみたいな。そうですね、ことですね。明治のペテンが続くよ、どこまでもみたいな感じですよね。